横浜市青葉区の江古田太陽公園内にある太陽ローズガーデンで、今年もバラが見ごろを迎えています。イングリッシュローズやつるバラなど6種類およそ230株のバラが咲き誇り、バラが結ぶ小道と名付けられた通路の散策を楽しめます。このバラ園はですね、ちょうど今年2022年で満20年になります。今年は花咲きがいいわという声をよく耳にします。市民の皆さんの憩いの場を提供していることが誇りでもあるし、継続していきたいと、このように考えておりますけども、はい。太陽ローズガーデンではおよそ120人のボランティア会員からなるジョイオブローゼズのメンバーがバラの手入れを行っています。また園内のバラは管理料などを寄付してもらうオーナー制度が採用されていて、オーナーが名付けたニックネームを見ることもこのバラ園ならではの楽しみの一つとなっています。この時期には必ずワンちゃんと一緒にお散歩に来るので楽しみにしています。今年はほど見てすぐ花が大きいし多いなって思いました。すごく皆さんに見てもらいたいなと思って見てます。太陽ローズガーデンでは5月19日までガイドスタッフから園内のバラについて説明を受けることができるとのことです。